様、しっかり。部屋にお連れしろ、早く。重傷ね。生きているのが不思議なくらい。私も最善は尽くすけれど。主よ、レア様をお救いください。私たちは祈るしかないわね。5年前、ここが陥落した日、戦場に白い獣が現れただろう。俺もその姿をちらりと見たが、みんなは修道院を守るために女神様が使わしたんだと噂したもんだが、あの獣の正体はレアさんだったんだな。あ、じゃああんたはレアさんの正体を知ってたのか。そうか、昔白き者と呼ばれる存在の絵を見せたことがあったよな。トマシュの私物だからとか言われてセテスさんに没収されちまったが、あの姿はまさしくそれだった。書物には女神に使わされたと書いてあった。あれこそが女神の眷属なんじゃないか。今レアさんの容態は深刻だ。だが俺たちはまだレアさんに聞かなきゃならないことがある。少し落ち着いたら一緒にレアさんのところへ行こう。真実を知る時が来たんだ。水風の章、水雨の節、大地の夜明け。シャンバラは崩壊し、闇にうごめく者たちの野望は砕かれた。しかしその代償としてレアが重傷を負ってしまう。まだ全ての謎は明らかになっていない。クロードラはもはや立ち上がることすらできなくなったレアの部屋を訪ねるのだった。二人ともよく来てくれましたね。療養中に押しかけてしまってすみません。ですが俺たちはどうしてもレアさんに聞いておきたいことがある。私はもう長くはないようです。レアさん、まず聞かせてください。俺の考えだとあれこそが女神の眷属、つまりレアさんは神祖が最後に生んだ眷属が私です。古の時代、神祖は遥か遠いところから来てこの大地に降り立ちました。自らの体を人に似た姿に作り変え、同時に自らの血を分けて眷属を生み出しました。神祖は眷属と共に地上の人々に知識と技を伝え、豊かな文明を築かせたそうです。ですが文明を得た人々は神祖の、やがて人々は自らを神であると思い込み、あろうことか神祖に戦いを挑んだのです。その戦いによって地上は焦土と化し、人その時に地上を捨ていずこかに逃れた者の末裔が闇にうごめく者たちなのだと思います。なるほど、奴らはそんな大昔から復讐の機会を伺ってたってことか。神祖が荒れ果てた大地を再生させるには、いつしか大地は穏やかさを取り戻し、使命を終えた神祖は聖母で長い眠りにつき、そして残された眷属はザナドに集落を築き、聖母を守りながら静かに暮らしました。ですがネメシスが現れ、谷のすべてが真っ赤に染まったあの光景を私は今でも忘れることができません。同胞の亡骸から作られた武器を誇らしげに振るう者たちを私は決して許せなかった。そしてザナドでただ一人生き残った私は復讐の念を抱きながらホドラをさまよった。セイロスと名乗り帝国の建国を促し、ネメシスたちに対抗する準備を整え、そして
ザナドの地を離れた私はついにタルティー平原でネメシスを撃ち、天帝の剣を取り戻したのです。あんたが聖者セイロスだって？嘘だろ。フリパンのクロード殿、急ぎお耳に入れたいことが。報告があるならここでなす。あ、実は東方の諸都市より次正体不明の軍勢が進行中とのことで。なんだって？急振り向けでよ。東クロンダース街道沿いの町や村はすでに壊滅したとのこと。中には住民が一人残らず殺された。敵の出所はシャンバラか。いや、報告します。正体不明の軍勢がミルディン大橋を越えました。同盟軍が迎撃に出たようですが。そんなところまで来てんのか。伯爵は無事だけど、ホルストさんほどの優勝が簡単に抜かれちまったってのか。敵将は天帝の剣に似た武器を持っていて。まさか。敵勢は炎の紋章を掲げ、アミット大河沿いに精神を続けています。奴らの狙いはガルグマクかと。我々天帝の剣を模した武具を持ち、炎の間違いありません。ネメシス、lo que yo decía。Claro, cuando he visto la cápsula con las cadenas y todo, digo, ya está. Nos hemos cargado al malo, va a salir uno peor. Y al cabo, la pelea, aunque era un poquito difícil con lo de que nos atacaran a todos, como mínimo era relativamente fácil. O sea, es por eso que también he dicho que seguramente había una segunda parte. Seguramente es esta.正確には天帝の剣にはめられていた紋章石、実血の紋章や他の紋章石も同じ。それらは神祖が人間に授けた力ではなく、実血の紋章、紋章石、英雄の遺産。ネメシスは天帝の剣を使い、赤、つまりザナドの民は同胞の亡骸で作られた。だが解せないな。なのになぜ先生は天帝の剣の力を引く。神祖の紋章石はこの子の中にあります。ああ、 así que eso es lo que le hizo。 私は聖者セイロスとして、 puso el corazón de la diosa en el cuerpo de un recién nacido。 その心臓を使って私、たとえ禁忌を犯してでも私は神祖に、母さえ復活すれば私は。そういうこと。私には予感がありました。予感は当たりました。私の悲願は叶いませんでした。あなたの力で再びネメシスを倒すのです。ホドラの血塗られた歴史に。Se acerca una batalla decisiva, así que Cadena ha decidido visitar el cementerio.Oh, ha llegado el momento de usar el anillo. ¿Quieres compartir tu vida con Leonie? Sí. Hey, no hemos acabado. Aquí unos extras. Recuerda dejar tu like, presionar el gran botón rojo a su derecha si no lo has hecho ya y dar un campanazo. Puedes ver cómo juego en directo en Twitch, que es la versión sin censura. Y si te gustan las aventuras, tienes los enlaces de mis libros y más en la descripción. Te veo en el próximo vídeo.